今バンテージ巻いてみたんですけど素でも意外にありだなと思ったっす。え、ちょっと見せてください。脱ぎ出しですけど、すごいっすね。これで試合ですもんね。だいぶ怪我しますね。しかもそうです、結構練習したんです。はい、素手では練習しないですけど。あ、グローブつけてるんですね。そうそうそう、オープンフィンガーグローブだとやっぱ素手で。あ、なるほど。なったっす。ルキアさん今日はいないですもんね。さっき電話かけて、気合いの電話かけてたっす。なんですか、何しようか。大きい声で、はい、気合いの言葉をもらいました。なんて言われました。練習でしげたことを全部出してこいです。いいっすね。弟のリックンが来るんですか。そうですね、あとジョリー君ですね。クリーンヒットとかバーンもらっても絶対焦ったから、冷静に冷静に冷静に、絶対絶対このあと何秒かで絶対一発当てる、それだけで。なやったらジャブ絶対入るから、相手の顔をこうクリーンとさせたら印象がめちゃくちゃいいから。めっちゃいい感じです。どうぞ。いやマジで世界で向かってほしいです。ほんまに勝ってほしいです。なんで勝てる確率を 1% でも上げるために今ちょっと伝授してるっす。ビーストモードじゃないかな、これは成立してんだけど、相手の鼻っ柱を、剣界からグローブないから鼻っ柱をこう見て、相手の体勢がこうなったら相手何もできない。5秒の間に相手の体勢をこの3回やったら穴だらけになる。この状態です。ほら反射的にこうなる。発射できない。発射でパーしていいんですね。いいです。でも指入れたらあかんから小手でいく。これをなんか冷静にこういくんじゃなくて、中でこういうイメージ。もう大丈夫。こういうイメージ。こういうイメージ。リードでは出ないんですか。出たいですね。あ、出たいんです、はい、普通に戦いたいですか今。ブレーキングの中で、中じゃなくても外でも。なんか木村みのるとかいいんちゃうん。なんかルキア君がもうなんかやるモードじゃなくなってるやんか。でリク君がやったら面白いんちゃうんすか。いやちょっとみのるちゃうっすね。重いんすか。重いっすね。あ、誰っすか。じゃあ体重何キロっすか。67、8ぐらいっす。あ、じゃあもう全然ちゃうっすね。じゃあもうジョリーぐらいっす。ライト62、3ベスト。あ、なるほど。でブレーキングダウンのライトは70ぐらいだったかな。ブレーキングダウンのライトは70ぐらい。70から74もある。あ、4もあるんですか。4、俺マックスだって74とさせられたんですよ。井原龍太郎君はなんか業務してくれてましたね。え、あ、そうや、井原くん喧嘩やってましたけど、はい、これに対するアンサーとどんな感じ。なんかなんていうんですかね、木村みのるとかにも喧嘩売ってるじゃないですか。いや、めちゃくちゃほんまに刺激欲しいんやろなって思うんで、ぜひ俺やりたいですね。あ、そうなんや、はい。小物の相手すんなって言うんかと思った。いえいえ、そんなね、勝てると思って言ってるわけじゃないですか、うん、そんな自信やるんやったらやりたいですよね。なるほどね。まあでもリカ君1分の大会出たことないじゃないですか。まあそうですよね、そこはちょっとあれですね。マジ全然ちゃうっすね。やろう、絶対全然ちゃうっす。距離潰されるし、やりたいこと話してくれるし。1分半やったら僕あるんですけどね、あのランブルで。あ、1分半 あるんですけど、まあ多分1分全然違うのね。その30秒別に絶対でかいな。そうですね。まあでもなんか元気そうな姿見れてよかったですね。確かに一旦その YouTube でもね、うん、撮影しなくなったんで、うん、またなんかリク君の毎日どんな感じで過ごしてるのかとかも密着していきたいですね。確かに。まあ今そのこの前インスタでパーソナル募集しますって感じで発信して、まあ、ちょこちょこ今僕の方にダイレクトメッセージ来てくれているんで。なるほど。ちょっとまだジムで暮らしてますもんね。ジムで暮らしてます。ジムで暮らしてるリキ君の一日ルーティンをまだ聞かせてください。
めっちゃいい子だな。まあブレイキングダウン先輩かな、うん、まあとにかくいろいろ技術やったと思うけど、最終的に頭に残しておいてほしいのはビーストモードや。もう野獣でもう相手とにかく殺すっていうことだけで、最終的にその BB 作もうそうそう最終的に、うん、とにかく最初30秒見てで足のステップいっぱいやったと思うから、あんま受けようとせんでいいから、うんうん、もうなんか外すならもうステップとか外してもうて、うん、で外したところですタン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 のリズムでスッスッスッ、とにかくもう野獣の精神で、あとはもうセコンドの指示に従うっていうところ、うん、俺結構試合前に考えることは、この対戦相手に自分の彼女が侵されたりとか、大事なものを奪われたりとか傷つけられたりとかっていう錯覚すんねん。そのマインドでおればもうリングで最終的に生き残るのは相手が自分だけやん。殺すか殺されるかやからさ、そういうモードでいこう、はい、お前は今日死ぬんか。死なん、殺す。あ、じゃあそれでいい。相手突っ込んでくるぞ。171cm、 強烈なジャブで 69.8kg。 ジャブで当てろ。アンポルキアのいとこ、アンポーソーラー。人生参加はまだ続いていく。赤コーナー180cm、 69.5kg、 元暴走族特攻隊長、山川ショーパー。最悪や。最悪なとこで取られたっすね。俺としては通りとしてなかった。若干ちょっとのうわー、ローに合わせられることも考えてたけど、うん、でも目光り合ってます。僕の目見てください。指ね、動かしますので目で追ってください。これ目痛かったりします？動かした時大丈夫ですかね。はい、負けたもんから。どうやった？綺麗にもらってしまうだけの最後、うん、一番折ったらあかん中途半端な距離で戦ってもうたら行かなあかんけどビビってもうてるみたいな。案外ちょっと30秒40秒でパンチもらってもうて、あ、これちょっとやばいな、てかこいつ後ろ回しにしてくんのか、そういうビビ驚きで距離遠かった、うん、焦ってもらって、もうあそこまで行ったらもう B でガッチガチ詰めた方が良かった、うん、もしもし、もしもし、もしもし、はい、ダメージ大丈夫です。え？いや、悔しいですよ。はい。まあ、あんまり今考えれてないですけど、そのいろいろ何考えるみたいなのは、その戦う時にそのパンチの距離に入れんかったなと思って、思ったより遠かったように思います。今それぐらいしか考えられないですね。その試合のことしか。なんか誰だっけ、最後もそうやって飲んでやすいから、メガか、はい、メガの最後もそうやった時みんなで悔しさなさそう。うん、まあ、どうできないの。そうかもしれないですね。サイコとかメカに比べたらそうかもしれないです。あ、そうか。
はい、まあ、どう悪かったとか良かったって話は別にその、まあ、言ってどうこうするあれじゃないけど、はい、強くなりたいみたいな気持ちってまだあるん？強くなりたいとは思うとるし、格闘技やりたいって気持ちもあるけど、はい、それはあるんですけど、なんかもう結果出せんかったんで、結果出そうとした本気で、はい、しました。まあ、正直負けしてくれて俺にはそうは見えんかったよ。はい、なんでかって言ったらさ、まあ、今回ボクシングしかほぼやってないやん。はい、蹴りなんかやってないやんか。はい、でも、旦那の右のローキックさんはそういうことを蹴ってたんかなって、左の蹴りも蹴ってたし、そんなやってないやん。はい、で、その蹴りを蹴る理由って、まあ、俺が見て思ったのは、そのベアナックルでその拳でパンチ怖いやん。そら、正直に言うとお前怖いやろ。まあ、もらったら怖いなと思うっす。だよ、まあ、それも見て分かったし、だから見てそれ伝わってるよ、俺にも、相手にも、そして指導者にも。はい、うん、だから要は申し訳ないけど、俺はそこが何を言えた。はい、勝ちたいっていうその気持ち、これで後がないっていう気持ちが本気なのかどうなのかっていうところで、俺はそこまで本気じゃないんじゃないっていうふうに見て捉えたから、だからそれは、まあ、お前先生にも時間差に教えてもらったりしてたやろ。はい、先生にケンやんケンやん言われてないし、お前最初ボディスティアから行くって言ってやん、言ってやがった。そう、行こうと思ったんですけど、最初回し蹴り来て行けれんかったっすね。距離がちゃんといい。あ、そうですね、距離感がつかめんかったっす。まあ距離感がつかめんかったって、まあそれは結果論かもしれんけど、圧力踏み込んでさ、パンチの腕ってさ、はい、お前パンチが短いからその圧力を踏み込んだら相手のところまで届くし、その肩の位置から相手の顔の位置があるから、そこでパンチを振ったら当たるから、そこに打てっていう話だってさ、何回も何回もしてるし、練習もしてたんか。はい、練習したことをやらん、その実践で試そうとすらせんかったら、その距離が遠かったからつって、その打たんかったら練習してる意味すらないやん。はい、やろ、人がそこに時間割いてさ、教えてくれたりパートナーもそこに付き合ってくれたりする、もう意味がなくなるんよ。はい、これはお前の気持ち一つでいけへんかったっていう人はするわ、正直良くない。はい、まあ負けたところこんな俺も言いたくないけど、はい、まあほんまに強くなりたいって気持ちとかさ、試合やりたいって気持ちがあるやんだからさ、はい、マジでお前そっから帰んかったら、そもそも人が試合見たいと思わんし、教える側もいやこいつ教えても試合でそれせえへんから意味ないやん、教える必要ないやん、はい、ってなってしまうから、ちょっともっと考えた方がいい。はい、まあ、じゃあまず試合の話をしましょう。まあゆっくりやったんで、はい、それはなんていうの、感じてる、なんていうの、これ当てたかった、めっちゃわかるで、当てようとしとったのめっちゃわかるけど、俺も見とる限り多分無理やり行ってもなんやろな、うまいこと言ってなかったと思う、わからんけど、だからまあロー受けて、まあ、なんか絶妙な距離感やったのすごいわかる、うん、まあでもそこでもう一歩踏み込んでルキアは打てようっていうことやな、練習してることを出せよ。ちょっとビビりがあったってことやな、もらったらっていう、あのそれは、うん、もらわんようにとは思えた。あ、こいつに教えてもやってくれへんしっていうマインドになるのはもう間違いないし、うん、同じ競技で知ってるから、一旦地下かけてまでまくったら実践経験積んだよ。そう、スパーの大会とか、うん、それが最短最速な気がする、うん、
練習でやってたことが試合で出ないっていうのはどういう原因、どういう原因だったかな。やっぱりマスしかグローブをつけて、違うから覚えてない乗り移ったかもしれない。うわぁ続きやりでやりましょう。やだやだ、5発ぐらいしてるすごかった。絶対の試合でめちゃくちゃ待ち価格やな。最後のブレーキングダウンで 見たいか見られたくないかって言ったら、確かに今の視聴者の声的にも別に見たくないっていう声も多いやろうから、とにかく実戦経験積ん でいっぱい練習して、そういう風にバンタも盛り上げましょう。なんでそうなんですよ、僕でも実戦階級フライティングでーす。まあ、今回僕に多分3度目の正直で期待してくれとった人はいっぱいいると思うんだけど、まあ結果でしか証明できんので、結果出せんかったんで本当に申し訳ございませんでした。まあさっきジョリー君とか言われたように、もっと近くとか出て経験を積んでから、またそれブレーキングダウンとかそういうのに出ていきたいなって思ってます。格闘技とかはこれからも続けていきたいと思ってるんで、応援お願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。リックのやり返すしかないです。今回やり返せる気がしまくってるんで、ぜひやりたいです。もう一回ちょっとブレーキングダウン、はい、まあ、飛ばしじゃないですけど、はい、まあ、そういうことをしてしまったので、ちょっと今からオーディションの担当の方にちょっとお願いしに行きますか、はい、次のオーディションちょっと受けたいっていうところ、はい。アンブルケアチームの格闘技活動や YouTube 活動を応援してくださるスポンサー様を募集しております。興味のある方は概要欄の方にメールアドレスが記載されてますので、そちらからご連絡いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。